はい、それでですね、改めまして紹介する前にね、皆さんからのメールをお待ちしておりますということでですね、メールアドレスを申し上げておきましょう。メールアドレスは99@siga.tv、数字の99@siga.tv、 あなたからのメールをお待ちしております。はい、お待たせしました。今夜のゲストはですね、団長アットマーク総一郎さん。はい、皆さんこんばんは、団長アットマーク総一郎でございます。はい、はい、ということでですね、もう本当にいつものは出ないの？はい、いつものこうやりますか？いつものちょっとリバーブあたりを入れてもらってね。はい、はい、天に押し地に花人に愛、大海の国の最後の侍、団長アットマーク総一郎健三ということで。あ、そう、これをね、はい、聞かないとね、もうそのフレーズ聞かないとね。ありがとうございます。はい、もう本当に団長とはですね、はい、どうなんだろう、1年ぶりぐらいなのかしら、ね、そうですね、ね、はい、1年前ぐらいにちょうどここのスタジオにね、はあ、そうですね、来ていただいて、はいはいはい、その前にほらリーチアウトとかなかったっけ、その後、リーチアウトは行ってますけど、あ、いつでしたかね、ね、しばらく前ですね、うん、はい、あれ野外の時だよね。はい、そうですね、はい、もう本当にね、それとか、まあ、結構、はい、そういったあのイベントあたりでこうね、はい、活躍されてると。なぜか屋外のイベントにものすごくね、合うんですよ、合うと呼んでいただくので、ね、はい、合うんですよ、役者じゃのーなんて感じだもんね。ありがとうございます。はい、まあ、そんなね、団長今日ね、ステージが狭いんではないんですね。あ、それもたまには、はいはいはい、動き回るんですか？動き回りますし、はい、あの刀刺してるので幅がいったりとか。なるほどね、迫害仕様ですね。なるほど、はい、まあ、迫害仕様ですね。そんなこと言うとオファー来なくなりますね。まあまあ、あの決してですね、はい、あの今日初めてねお聞きになられてる方もいらっしゃるかと思うんですけどもですね、はいはい、団長アットマーク総一郎さんはですね、はい、ギターの弾き語りでですね、はい、まあ、いろんなまあ曲というのはこう非常にこうユニークな曲が、ね、あ、そうですね、はい、ありますし、まあ、本当に近江の国の最後の侍というふうなフレーズのごときですね、はい、まあ、そういった感じの曲もあるということで、まあ、ご覧になられた方はですね、やっぱり感動もんですね、なんか一つのこう芝居の一幕を見てしまったななんて感じしますからね。はい、ありがとうございます、はい、まあ、そんな感じの、うん、団長でございますね、はい、どうなの、はい、普通のこう今の話の続きになるんだけども、はい、ライブハウスでこう、はいはいはい、じっくりと1時間こうやっちゃうとかいう感じはあまり、はいはい、はい、いやいや、あのね、それはそれでするんですよ、はいはいはい、でもそれをするときに、うん、呼ばれる、要するにブッキングマネージャーとかさんが呼んでいただくときには、はいはいはい、なぜかバンドの間にしか挟んでいただかない。なるほど、なるほど、ハードロックバンド、はいはいはい、僕、はい、メタルバンドとか。なるほど。いやいや、それはね、ブッキングマネージャーはですね、非常によく団長のことをね、ご存知である。そうなんですか。それはね、もう5人10人のねバンドが来たってね、団長一人で立ち向かうと。まあまあ実際はそうなんですけど、ね、まあまあそれほどね、こう本当に熱い、はい、まあ、僕が、まあ、思うにはですね、はい、本当の近江の国の熱い男だなというふうにね、もう初めて出会った時、もう数年前ですけど ね、 はい、そうですね、だいぶなりますよね、もうね、もうだいぶ前ですね、もう10年近いですね、近くね、はい、なりますよね、もうその時会った時、おー、すげえなこの人、なんてかっこいいぞなんて思ったもんね、うん、あの頃はがむしゃらにやってましたね、もう何も分からず。いやいや、もうそのがむしゃらっていうか、はい、それが一つの団長のパターンじゃない、はあ、まあ、もう本当にすごい汗がほとばしるっていう感じのね、そうね、飛び散る感じの、うん、そう、もう心臓がもうなんかぶわー燃えてるっていうね、感じですよね。やっぱりそういう風なのはね、この歌いの人たちの中にはですね、まあ、その表面からガーッと燃える人もいりゃね、心をガーッと燃やす人もね、こういたりとかですね、はいはい、しますから、一つのカラーとしてね、うん、でもほら、割とこう似た方は少ないじゃないですか。そうですね、あんまり団長と同じようなタイプの方々と言われたことはないですね。ね、まあまあ、すごくステージにこう熱を入れてね、される方はたくさん、そうですね、情熱的なっていう意味合いの方は結構何人も言い張るんですけど、団長と同じような感じの方ですねっていう方に
なんかグループにくくられることはものすごい少ないですね。はい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 、はい、でところでさ、さっきギターちらっと、はい、とこれ、はいはい、このギター長いの？違いますね。これは 7本目ぐらいのギターですか。でしょ？はい。確か前回見たギターではないような気がしてですね。はい、そうですね。はい。非常にこうね大きなボディ。そうですね。僕はちっちゃいボディのギターを持つとみんなが心配しはるんですよ。なんかウクレレに見えますよね。そう、はい、ギターレレやとかウクレレやとかそのおらへんかとかね。なる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 。その子の言ってる間にですね、はい、早速メールをね、頂戴しましょう。紹介しましょう。はい、はい、グーテンモルゲンレントゲン。お、こうといえばね、はい、マサさんですよね、はいはい、マサさんからいただきました、団長ご出演おめでとうございます、はい、お元気ですか。もう元気いっぱいやってます、ね、元気だよね、はい、2月14日の男前シンガー選手権では、はい、超久しぶりに団長の勇姿を拝めるのを楽しみにしつつも、うん、ね、一参加者とする、そうですね、ね、マサさん出るんだ、はい、良きライバルとして熱き闘志をマックスぶつけ合いたいですと。あ、もう彼もマサさんも熱いよね。そうね、はい、よろしくお願いしますと。気合と興奮で鼻血が止まらねえぜではまた会おう、はい、なんてね、メールをいただきました。あ、それともう一つね、はい、頂戴してもらって、まあ、合わせてね紹介させてもらいましょうかしらね、はい、はい、この方はというとですねはい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 、あ、ありましたね、はい、センさんからね、はい、頂戴しました。はい、徳さん、サイモンさん、スタッフの皆さん、こんばんは、センです。どうもこんばんは、はい、今日は団長がミュージックボックスに出るということで、いても立ってもいられるずメールしましたということですね、はい、団長燃えてますか。もう黒焦げですよセンは風ですって風かいなそれいかんやん、それいかんやんね、早く直してよ、はい、本当です、それでも団長には負けません。だってみんなそう言いますね。ね、もう宣々布告だねこれね、はい、もう応援メールというか宣々布告メールだね。みんなそう言いますよ。なるほどね、はい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 、話はいきなり変わりますが、はい、つい先日嫁と子供のひなたがですね、WD4 のね、はい、ワンマンライブ妖怪地の文芸会館でね、あったんですけども、に行ってきましたとね、これあの千君は行かれなかったんかな。いや、いたでしょ、ね、嫁と子供のひなたがって書いてるははは、ね、うん、そうだよ、やっぱり千君行ってないの。そうなんですか、うん、ははお留守番の、はいはい、うん、ね、楽しかったと子供に聞くとすごい楽しかった、あ、行ってないやってね、はい、もうひなた君も言ってたんだって。じゃあパパの歌と WD4 の歌どっちがいいと聞き、いつも通りパパの歌と言うやるなと思ってたんですが、WD4 の歌がいいと言い放ったのです。はあ、これショックだね。ショックですね、うん、なんだかあと一息で泣いてしまいそうでしたというなるほどなるほど、泣いちゃダメだ、泣いちゃダメだよね、そういうわけで、風だろうがなんだろうが今回ばかりは絶対に誰にも負けれません。だから団長14日は覚悟してくださいと。ああ、もうこれね、マサさんもね、千君ももうね本当に燃えてますよこれね、今日は満月、今日満月なんだね、ほう、満月です、夜道に気をつけてくださいそして風にはくれぐれも注意してください、はい、ね、では14日に、東近江大正ホールで、開催される男前シンガー選手権6、はい、楽しみにしててくださいふふふという、ね、メールいただきました、はいはいはい、もう皆さんね、こうね、こうやって、こうメール読ませてもらってますとですね、今日は団長は何のためにやってきたっていうのはね、もう分かりますんで、ねはいはい、後ほどじっくりと、はい、その辺のところをですね、はい、聞かせてもらおうということで、はいはい、早速そんな燃えてる宣々布告されました、はい、団長の歌を聞いていただきたいと、はい、お願いします。曲紹介お願いします。はい、あのこの曲ね、あのちゃんとした曲は3月に発表されるんですが、とりあえずタイトルとして、はい、シマサゴン。We'll be right back.
百万の笑顔のためにあなたはそう言ったけど、僕が欲しかったのは安らいでるあなたの微笑み。サオリになろう、地の海を泳いでもサオリになろう、天の矢で貫かれてもあなたを守るためならば。暗闇で迷ったならそこにいて、望み続けた未来を信じ、裏切りの雨に濡れても輝くままで、その光を頼りに僕がきっと探し出すから。さあ羽ばたけ今、翼一つになっても、さあ羽ばたけ今、一枚の羽になってもあなたにたどり着く。こちらの方はですね、はい、まあ、音源 CD からですね、はい、これは3月に、そうですね、3月にこう発表されるリリース、はい、するわけですね。でところでさ、最近、はい、まあ、ここほら1年ぶりにこう出会う中 で、 そうです、ね、もちろんそのイベントライブだとか、はい、ね、音楽以外のこともなんかあったわけ。そうですね、ちょっと一時ですね、うん、体を鍛えて本気で何かちょっと運動不足や太ったなんかやらなあかんなと思って体を鍛えたらちょっとこう向こう側の世界に行ってですね、うん、格闘家としてプロレス出たりしてです、ね、いやマジな話それ、はい、もう本当に普通に、はい、団体さんにちょっと、うん、仮所属しまして、はい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 、はい、でその試合に 出たわけ。試合に出て、はい、すごいじゃんそれ。いや、かなり大変でしたけど2ヶ月ほどもう超本気でこう朝走ったり夜走ったり、うんうん、柔軟して筋トレしてみたいな、技だとかその稽古だとか、はい、ちゃんとリングのある道場に行って、うん、リングの上で練習して、すごいねそれ、今のだから曲も、うんうん、登場曲に使わせていただいて、はいはいはい、あーかっこいいね、はい、と得意技は、僕得意技が柔道技ですね、背負い投げから締めるってやつですね、うん、倒して背負い投げで倒したやつを袈裟固めのように倒したまま締め上げるっていうのが得意技で、もともと柔道は、そうですね、柔道ずっとちょっとやってたので、はい、そうだよね、
あなるほど。でラグビーもやってたのでラグビータックルから倒して締めたりとか、うん、なるほど。全てね、はい、全て技になると。そうですね、なるほど、うん、サッカーやってたら蹴っちゃうね。そうそうなんですよ、ね、なるほどね、円錐入りとかなるほど。まあまあ全てにこうスポーツってのはつながると、はい、まあでもスポーツやってさこう気合い入れたりとかすると大声出したりとかするじゃん、はい、そうだね、これは発声練習になったりとかね、もう多分なると思いますよね、全てつながるよね。なかなかすごいな。そうなんだ。プロレスってのはさ、その試合だとか、まあ、いきなりそのね、あのこうメインに近いものは無理かと、はい、まあ分かんないけども、はいはい、結構大きなこう体育館で試合なんかあった時に、まあだからそれを見に行って、うん、だからリングの外で飛んできますのでどいてくださいとか。ああなるほどなるほど、はい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 。でメインの人らはメインでバンとやってある横でこう、うん、下がってくださいみたいななるほどね。いやいや、いろんなことをね、俺、まあ、音楽的な部分はね、はい、さっきもちらっとね、はい、こう安土の絹笠祭りだったりとかですね、はいはいはい、まあ、いろんなこう野外のこう、うん、イベントに、ね、そうですね、こう参加、主に野外をね、主に野外をですね、はい、刀が邪魔になると広いステージを欲するということで、そうですね、やっぱ広いステージでないとね、うん、そうかそうか、はい、まあそんなことでですね、はい、最近その活動の中でも、うん、まあ、忙しい時間を割きながら、はい、今こう聞いていただいた島左近、これは仮の、はい、そうですね、ね、題名なんだけども、はい、まあ、そういうようなレコーディングなんかもね、はいはい、こうされてるということで、どうなのだ、 CD 化されたも何枚か。いや、僕はもともと出してる、うん、かわちゃん北マッチョマンってやつの CD 以外は、はいはい、はいはい、まだ制作中なので。ああ、なるほどなるほど、はい、何曲も溜まってはいないので。なるほどなるほど、はい、ああそうかそうかそうか、まあいずれね、やっぱりきちんとした音源でね、はい、こう取られたらまたアルバムにね、そうね、して、はい、うん、なるほど。じゃあ今日はね、はい、ウクレレじゃなくてですねギターを持ってきていただいてますんでですね、はい、生でね、はい、こう次の曲と最後の曲とこう2曲ね、お願いするということでございましてですね、早速、はい、ね、生歌を聴かせてもらいたいと、はい、大丈夫ですか、このスタジオ狭くないですかまあ、まあ、狭いと言えば狭いですけど大丈夫ですじゃあね、はい、準備はでき次第ね、はい、曲紹介していただいて、始めていただきたいと。はい、大丈夫です、はい、大丈夫ですか、はい、はい、じゃあお願いします。じゃあレコーディング最中ね、うん、始まっています。この曲もやっております、聴いてください。新訳遠山の金さん。花の大江戸は800夜町、ちょいとヤクザな遊び人、窮屈退屈奉行所ずとめ、吟味戦議はそっちのけ、今日は吉原、明日は岡場所、明日の予定は才の目任せ、遊びをさせたら誰もあいつにゃかないやしない、日の本一の極楽とんぼ、演じた役者は数知れず、実のところは嬉しがり、喧嘩と花火は江戸の花、瀬名の桜が乱れ咲く、神下姿が眩しく映えるお知らせに、桜吹雪も眩しく輝く、知らぬ存ぜぬ眼首揃えた悪党に、首獄門と大山さばき、おう野郎ども、黙って聞いてる息になりやって、はん、金さんを出せ、金さんがやった、うるせえなコッパ、てめえらが悪事を働いた、月夜の晩に見せたこの遠山桜夜桜を、おう、よもやよもや見忘れたとは言わせねえぞ、どうでもいい
けど、いくら町人に化けてはいても、奉行所で会えば気づきはしないか。金さんだと鼻から気づけよ。下手人、団長、打ち首獄門、その他世の者、修正遠投を申しつける。ヒッタデイ、本日の知らすはこれまで。これにて一件落着。ありがとうございました。ねえ、これですよ、これ。もうこれをね、聞くために団長のごライブにね、行くとねえいうことでございます。非常にこう気持ちよくね、 ありがとうございます、歌われていいね、いいこう発声になるよねそうですね。だからほとんどこう、はい、団長の場合生はそんなものでいけちゃいますよね。そうですね。だからその声量がすごく、そう、反対にちっちゃいお店やと音響あるのに、うん、使わせてもらえないっていうことなんですね。はい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 、十分ですよね十分ですよ。そらもう大正の後でもね、生でいけそうですよねたまに言われますね、はい、あ、いや、そんなね、はい、今日はもう団長にお越しいただいたということはですね、はい、先ほどのメールにもありましたね、はい、素晴らしいイベントが、はい、もう間近になってると。そうです、もう直前ですいうことですね、はい、そのイベントの名前は、はい、近江の国男前シンガー選手権6ということは6回目。そうです。1年に1回です。1回、はい、ってことは6年になるんだ。そういうことですね、はい、あ、すごいね、6年になりますね、はい、ところでさ、はい、この6年前に第1回をこう、はい、男前選手権、はいはいはい、始められた、そもそもの、そのきっかけは、あ、はい、京都にですね、うん、イケメンシンガー選手権ってやつをやってたのを聞いたんですよ。ああ、なるほどなるほど、はい、はいはいはい、そしたら本当にちょっとイケメンばっかりが揃ってて、はい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 、シュッとした人で、シュッと、もう体もシュッとしてて、うん、歌もこうなんかこう繊細なシュッとした感じの優しいバラードタイプだとか、はいはい、ちょっとなんかこう尾崎豊の切ないバラード系の歌のような方とか、ゆずの切ないバラード系の歌みたいな、はいはいはい、ちょっとシュッとした人ばっかりだったので、はい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 、これあかんと、うん、対抗しようとなるほどなるほど、でこれあかんやなくて団長がこれにはちょっと歯が立たねえと思ったわけ。そう、このままイケメン選手権みたいなものをやっても、うん、あれには戦えんと、あれと。なるほどなるほど。そしたらもうタイトルも全部ひっくり返して、土俵リングを変えようというわけだ。同じもの ようにやるんやけども、うんうんうん、ちゃうものをしようと。ちゃうものをね。そんなイケメンを何かもっと熱い団長っぽく言おうと、はい、なんだと、はい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 、男前にしようとね。男前じゃなくて男前やね、はいはい、はい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 、なるほど。それで男前選手権と、そういうことですね、いう名前がついたと、はい、ああいうことですね。で1回目だいたいその何、はい、そのこれに、はい、じゃあ俺も出たいって応募される数と、もちろんその最終的に決定されるその何組というのは、これ団長が決められるわけですね。そうですね、僕は決めてましたね、はい、なるほどね。1回目からだいたい何組が1つの、あ、いや、もうとりあえず最初5組が出場したんですよ、はいはいはい、なるほどなるほど、はいはいはい、実際エントリーを申し込んでもうたのが9組あったんですけど、うんうん、何組でやったらいいかがまた手探りで、あ、よく分からなくて、はいはいはい、で時間も考えたら無理だろうと、はい、なるほどなるほど、そりゃそうだよね、はい、それはまあ9組10組になったらね、はい、はいはい、だからちょっとなら5組でやろうと、うんうんうん、5組 でどんな感じでやったわけ。1人1曲、うん、それは何、お客さん、はい、
だって審査員とかいるわけ。ああ、審査員もいるんですけれども、うん、審査員あの特別に審査員の人、予選会場でも僕らが最初に用意させていただいたその審査員っていう方とお客さんと、全てが審査員で、お客さんも審査員ということなんだね。皆、はい、が、うん、あの入り口で投票用紙をもらって入場して、うんうん、ああなるほどなるほど、はい、はい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 。でライブがもう今の、うん、5組1曲ずつ皆、うん、が歌い終わったら、はい、あなたが男前と思う人の名前を1人書いてくださいっていうのがもう投票で、最初は1曲ずつ、はい、1人ずつこうやったわけだ。そうですね。ああ、それが何曲か歌うわけ。1曲で終わりの。1曲で終わりです。あ、 5組は1曲オンリーワンで、はい、で1回目は決めたわけ。そうですね。ああ、そうか。例えば普通のライブだったらさ、その1人が、まあ、3曲ぐらいとかね、はいはい、やっちゃうじゃないですか、はい、ああ、一発勝負だね。一発勝負で、うん、ってことはやっぱり一発勝負に強い人がやっぱりこう優勝するわけだ。ですよ。結局それが強いやつしか勝てないっていうのになったので。なるほどなるほど。1回目の優勝は誰ですか。団長です。うまくいったね。アウェーの空気かつ緊張感かつ一発勝負となれば、うんうん、いけるんじゃないかと。それってさ、はい、一つ作戦立てたわけじゃないの。いや、そういうこと。いや、そういうことです。そういうこと。今だから話す。そういうことですね。団長の策略、はい、なるほど。そうやったのか。これもともと本当に今やから言いますけど、はい、あの頃最初は、うん、団長が男前と認めさすためにどういうイベントしようかっていう話だった。うん、なるほどね、はい、はい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 。実は私あれ見に行ってたんですけどね。うんうんうん、なんか空気的に団長が取りそうやったんで、はいはいはい、別の人に入れました。もうなんか取りそうやった。なるほど。あ、そうかそうか。僕はやっぱりね、屋外のイベントとか、うん、全然アウェイのとこばっかりによく行ってたので、うんうんうん、そこでどうやって一発勝負で持っていくかっていうのが、うん、なるほど。いやだ、それもさ、ほら普通のライブでも必要なことでね。例えばお客さんパーッと見渡して、はい、あ、こういう人たちね、こう、まあ、女性の方が多いなだとかね、はい、うん、若い子が多いなだとかご年配の方が多いなとなれば、はい、やっぱりこうよし、この曲で決めるぜっていうのもあるよね、はい、確かに ね。なるほど。2回目はどんな感じ。2回目も同じスタイル。2回目も同じスタイルでやったんですけど、うんうん、1回目を踏まえてよく考えたやつがやっぱやってきて、うん、なるほど。1回目もちゃんと。僕これもう今だからほんまに言える話なんですけど、うんうん、前の人の曲を聴いて、うん、あのリハーサルというのでその曲を決定してこれではやってくださいというのではないので、うんうん、本番に突然これをやっても何をやっても構わへんシステムなので、あの前の曲をセットリストのように前の曲と絡めて自分の空気を作ると考えて組んできたやつが勝ちました。作戦をね。だから前がものすごいいいバラードで、お客さんが心も身もバラードな空気になって、うん、うまくバラード歌ったりしたりとかいうことをうまいこと盛り込んだ男が持っていきました。その人の名は雄一郎。あー、雄一郎くんかな。あ、まあキャラ的にもね、キャラ的そんなこと言っちゃうとね、うん、後半の方が有利になっちゃうじゃないですか。これがまたね、間に誰かが挟まって空気をひっくり返されると心で構成したのが、あ、違う空気になったって焦っちゃって焦るともうアウトです。なるほど、なるほど、ね、だから後半自分が決めた曲を用意してたら会場の空気、うわ、やられたってなるともうバタバタしてダメっていうのが、うん、冷静な人は後半の方が有利かもしれない、ね、そうですね。冷静な人は後半有利ですね。 でそんな冷静じゃなく一発やったねーっていう人はさ、トップとかが、そうですね。なるほどなるほど。トップ引きがいいかもわかんないよ。徳さんですか。いや、私はそんな私は男前選手権にはちょっと出られませんよ。僕も徳の方がいいですね。どっちかやったらイケメン選手権でしょ。イケメンで。いや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 、行きましょうよそんな。あのイケジイケジイケジね。イケジ、はい、まあイケジだよね。確かに空入れてるよね。ダンディ選手権みたいなやつですね。まあね、いや、イケジーでいいんです。イケジー選手権、イケジーでいいんです。団長気使ったわ。ほんまにたまにスタジオ来たから本当にもう僕のことよいしょしてるんだから。いやいやいや、なるほどね。3回目は誰の、3回目は佐喜多弘明君。
あ、彼もね、はい、彼も参加してるの。4回目は、4回目は僕がもう1回勝ちました。あ、そうです、あ、あの、ここで、ここで構成を変更してあるんですよ。あの構成3回目から構成を変更してあって、うん、はいはい、どんな感じ。15分勝負とかにしてあるんです。あ、なるほど。する、うん、するとあの、うんうんうん、曲を何曲か入れて、うん、ステージングで勝負っていう。なるほど。 MC をね、 MC も挟んでいいし、 3,4 分やって2曲持ってこようかとかね、はい、なるほど。そういう風に、要するに15分をもう最高に生かした人が持っていくわけだ。でも決勝は一発、決勝は一曲勝負なんです。あ、面白いね。なるほど、違うパターンでいくと。はい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 、はい、でそれでまた団長が行ったわけ。それで1回目はさきたくんが優勝したんですけど、うんうんうん、こう、あ、こういう空気でこうやればいいんだと分かったので、うん、あ、はい、分かったので4回目本気で構成して持ってきて僕が勝ちました、うん、なるほどね。やっぱりそういうのは常にやっぱり戦闘態勢にあってね、はい、全てのことを吸収するわけだね。そうですね。僕がどうやったらおっとこまえと認めさせるかの元のコンセプトに帰ったイベントだったので。ほんで5回目は5回目は、うん、あのシゲさんが勝ちました。あら、へえ。同じスタイルで同じことでやると、うん、変な話ですけど僕、うん、もう一回いけそうやったんですけど、うんうんうん、じゃあもっと緊張感のある方法に変えようということで、うんうん、5回目から、うん、あのコンデンサーマイクのスタンドマイク1本に、はい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 、ギターはラインで繋がずにやってください。歌もそのマイクで撮ってください、はい、1本だけ立ったるという。はい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 、いわゆる漫才師の人がこうね、そういうことですね、2人でやるあのマイクね、はい、それとステージングの上手さが、うんうんうん、飛び抜けたしげさんが空気感を持っていきました。なるほどなるほど、しげさんのイメージだね、はい、あの歌がうまいとか、うんうん、熱いとかの前に、うん、あのマイクをどうやって上手に使うかっていう技術が、はいはいはい、ステージをこう歩き回りながら離れて静かに切なく、はいはい、近づいて熱くとかを盛り込みが上手な、うん、なるほどね、ローレンなところを見せたわけだ、ね、そこがしげさんが上手に持っていかれました。そうか、それはまあ5回目なんだ、はい、そして、はい、うん、で6回目、はい、いよいよね、はい、今度の、はい、今度の2月14日、2月の14日のバレンタインデーだよ、はい、そうですね、はい、土曜日だっけ。土曜日です。土曜日ね、土曜日の何時、12時半開場、13時オープンです、うん、はい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 、はい、1時1時スタートです。スタートだ、ね、はい、昼間ですか。あ、土曜日の昼間だね。あの結構土曜日ほらあのお休みの方とかね、やっぱ学生のお方たちもね、お休みかもしれないし。でチャージはどんな感じなの。チャージ500円でワンドリンク付きです。あ、これお得だね、はい、うん、500円でワンドリンク付いて、しかも審査もできる。そう、審査の投票もできる、投票用紙も、はい、ね、だから自分が、あ、この人だと思う人をですね、はい、あのこう書いてくれたらいいわけだね。書いてほしいですね。ね、団長の団は、はい、ね、分かるよね、分かりやすいね。団長の長も分かりやすいよね。団長と書けばいいんだよね。ううアットマーク総一郎は別になくても、ね、他がなくてももう僕団長と書けばいいんだよね、はい、今聞いた人は団長書いちゃダメよ。いやいや、書いてください書いてください。なるほどなるほど、そういうことか。それで今度はさ、もう出演、はい、出場される方決まってるわけだ。当然決まってます、はい、はい、出場される方の、はい、お名前をちょっと紹介してください。はい、まあ、団長アットマーク総一郎出場します。はい、はい、そして、先ほどメールをいただきました。メールね、マサさん、はい、マサにね、はい、そして先ほどもさらにメールいただきました。はい、センくん、はい、はい、そして、京都から道の子くん、はい、もうね、はい、かなり4年、ま、毎年出てもらってます。なるほど、はい、はい、そしてさらに京都から久保浩二郎さん、はい、はい、そして、ジョン増田君、こちらバンドでね、クオリティっていうバンドって言った方が知ってる方が多いかもしれませんが、なるほど、はい、はいはい、もうずいぶん僕もね、何人かこう知らないね、お名前があったんでね、はい、いやいや、幅広くね、やっぱ京都からやってきてくれたりとか ね、やっぱ京阪神こう巻き込んでやるってみたいね、これからはね。そう、条件が、うん、滋賀で在住、うん、出身、うん、滋賀で仕事してる、はいはい、滋賀でライブしてる、これにかかればオッケーということなんで。ああ、なるほど、そういう規則あるわけだ。はい、ところでさ、その今度の、はいはい、なんかこうフライヤーみたいなポスターみたいなのも作ってあるわけですよ。はいはい、せっかくだからここにさ、あのまたほらネット放送多分間に合うよね、はい、の時にですね、これ写してもらいましょうよ。はい、ね、でこれ、ま、これは何？これは。あ、これあのイメージキャラクターです。これはイメージキャラクター。はい、
これし、はい、これこうする、これ、はい、これさっきイメージキャラクターのジェニファです。ジェニファね、はい、そして男前、そしてこれがポスターとなってます。ポスターね、はい、はい、ということで、はい、しっかりと今度の、ね、2月14日の、ね、大正ウルデーということで、はい、ね、オープンが10お昼の12時半と、はい、スタートが1時からということで、はいはい、チャージはなんとワンドリンクがついて500円と、はい、そうですいうことでございますね。この熱い男の戦いをですね、ぜひ皆さんね、はい、お聞きにいらしていただきたいということでございまして、はい、もう一曲生をね、こちらね音源でいきましょう。あ、はい、あ、こちらの音源で、はい、じゃあこちらもちょっとこの上にちょっと置かせて、はいはい、そのまま上で置かせてもらおうかね、はい、こちらの音源から聞かせてもらいましょう、はい、じゃあ曲紹介お願いします。はい、はい、団長アトマック総一郎で地世界が平和でありますように。世界中のいろんなところで耳を塞ぎたくなるようなことが起きてる。この両手は誰かさんを傷つけるためにないだろう。こんな歌を歌ったところで大して何も変わらないかもしれないけど、この両手は愛する人を抱きしめるためにあるんだと。誰の涙も見たくない、誰の悲鳴も聞きたくない。血が流れるのはそこら中じゃなくて体の中だけでいい。またどこで事件が起きた、テレビや新聞はすぐにそれに嗅ぎつけ、それを見て何も感じないやつもいれば、モノマネみたいなことをするやつもいるんだろう。誰の涙も見たくない、誰の悲鳴も聞きたくない。血が流れるのはそこら中じゃなくて体の中だけでいい、体の中だけでいい。こんな歌を歌ったところで大して何も変わらないかもしれないけど、この両手は愛する人を抱きしめるためにあるんだと思うから、おー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 、イエーイイエーイ、
はい、スポンサーからのお知らせです。小林事務機株式会社、大正13年に小林紙店として創業、戦後事務用品等の販売を経てオフィス印刷機リソグラフをはじめ、リコピーから事務機器、パソコンなど応援機器に至るまで情報伝達を使命とする総合事務機会社に成長。現在は理想カラープリンターオルフィスの滋賀県代理店となる。いち早く環境対応商品を取り揃えるなど環境活動を経て ISO14001 認証を取得。合わせてありがとうと三方よし経営を実践。昨年度は滋賀 CSR 経営大賞奨励賞を受賞。お客様のお困りごと解決に取り組むソリューション提案を重視した営業活動を展開。東近江を本社とし、草津営業所、彦根営業所を開設、滋賀県全域に販売網を広げています。本社は東近江市幸町2番28号。こちらは八日市南高校の前となっております。電話番号は074823-2233、074823-2233です。以上、スポンサーからのお知らせでした。はい、続きまして滋賀のライブ情報のコーナーでございます。ね、2月に入ってね、もう4日過ぎたわけでございますがですね、毎月第1土曜日はですね、ロッキーライブの日ということで、2月の7日の土曜日、竜王町山の上にございます喫茶ロッキーの2階で行われます。スタートは6時ということで、チャージはですね、なんとケーキとですね、ドリンクがついて1000円、まあ、これまたお得でございますね。出演者の予定はですね、佐喜多浩明さん、わさびさん、花柄ひとりさん、みーさんということでございます。この日はね、本当にいいお天気だというふうに天気予報になっておりましたね。なんかこう、なんか一言ね言っちゃうと、これ具合悪いわけでございますですねチェックが入りますんでね。そんなですね、お天気男、お天気女さんが出演されますね。はい。そして2月の14日の土曜日でございますんですね、お近くの大使ホールでですね、男前選手権、はい、6第6回男前選手権がですね行われます。お昼の12時半のオープンで、1時スタートということでございます。ぜひですね、皆さんね、行かれまして、投票用紙をいただいてですね、皆さんの投票が男前を決定するわけでございます。マサさんにするか、センくんにするか、団長にするか、ミュージー特にするか、あなた次第でございます。でな、僕でない失礼しました。まあそんなことでですね、ぜひですね、男前選手権楽しみにしていただきたいということでございます。以上、滋賀のライブ情報のコーナーでございました。はい、もうこれね、あっという間にですね、本当に外はね、真っ暗けでございましてですね、そうですね、どうなんだろう、寒いのかね、少しはね、立春とともに、でもやっぱ風は冷たいよね。まだそうですね。ね、いつもいつもですね、僕はね、団長とお出会いするときはですね、はい、非常にこう、もう暑さしか感じないんだけど、一応オンとかオフとかスイッチ、はい、どっか背中か首とかについてるわけでしょ。はいはい。オフのスイッチってあるんですか、団長に。あのですね、これね、同じ話をね、うん、今日言われたとこですね。あららら、はい、違う友達というか。ああ、なるほどなるほど。ものすごい今、はい、もうリアルに言われた話で、うん、ああそうなんだ、はいはい、オフは見たことあるかっていう話になって、うん、多分団長として出会った段階でオフは見てもらってないと思うんですよ、皆の人に。そうなんよ、そうなんよ、はい、そうなんよ。なんかもう本当にね、全身ですね、はい、気合だ気合だ気合だっていう感じのですね、はいはいはい、あの衣をですねまとってるような、そんなね気配ですけども、例えばまあ、あのこう家でね、はい、こうあの夕食こう、はいはい、ね、奥さんとね、ちょっと飲めようとか言いながらこうね、はいはいはい、晩酌してる時なんかはオフでしょ。オフですね。そう、あるわけでしょ。はい、もう全くオフですね。やっぱあるわけ。はい、
静かなもんですね。静かなタイプ？はい。じっくり静かな喋らない。はい、もう本当にこうテレビを見ながら、うん、なんかちょっと話しかけられたらちょっと返しながら静かに、うん、はい。ああ、そうなんだ。日本酒こう五六合飲んでほんのりするみたいな。五六合飲んで一生日半分以上やんか。まあそうですね。まあどれでもだいぶ少なくなりましたけどね。ああ、それはまあ年だと思うよね。はい、うん、あ、そうなんだ、はい、それがオフなの？そうですね。うーん、だから家を出て例えば今日ライブだとか、うん、今日は音楽の友達に会うとかいう段階で、うん、家を出るときに、うん、団長として出ちゃえばもう帰ってくるまでオンです。あー、なるほどなるほど、はい、そういうことか。まあ、例えば車の中でさ、はい、あ、ちょっとあのお昼美味しいもん腹いっぱい食ったし運転したらしてる間ちょっと眠くなったんでどっか止めてさ、なんかこう居眠りするとかいう時にはオフになるんじゃないの？あの、帰ってからオフにします。あ、結構長続きするんですね。そうですね、うん、だから変な話ですけど多分みんなはそうかわからないですけど、うんうんうん、例えばステージ前に精神集中してステージに上がるためのなんかこう気合い入れみたいな人を見るんですけど、はいはいはい、いやそんなの僕家でしてきてますよって多分思ってますね。なるほど、あ、そういうことか。はい、ステージの、ね、ワークとか控え室とかでもうすごい集中してるの見た分かるような気もする。例えば、まあ、でもそれがさ、例えば一つのコンサートステージ終わったら、はいはい、あー終わった、なんとかうまくいったぜってガッとこう力抜けるやん。あー、はい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 、僕そこがならないのは、うん、お客さんが全て帰ってしまって一、うん、人もいなくならないと、うんうん、団長というステージから降りたらあかんと思ってってるので。ああ、それは必要だね、はい、それは必要だね。だから団長アットマーク総一郎という名前をこうお客さんから見てもらったり名乗らなあかん場面にいる時点で団長をオフにしたらあかんと思ってるんです。なるほど、それはいいね、それはいいね、うん、それはできるんだね。してますね、はい、うん、やっぱこうその辺はその心のスタミナが豊富なんだね。ああ、そう言ってもらうとそうかもしれないですね。ね、うん、例えばあの結構、はい、心のスタミナがエンプティーランパン突きかねかけてたらとかするとさ、はいはいはい、いや今日はどうもありがとうございましたお母さんでとか気をつけて帰ってねとかさ、なんかそういう風な感じになるじゃないですか、はい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 、ね、普通は。あ、そうですね、普通もそうだと思います ね、はい、そうなんだよ、うん、僕なんかやっぱ終わってそうだね、確かにお客さん行ってもうまあ自分一人でこう片付けしたりとかしてて、いや今日もありがとうございました、うん、またね、あの顔見に来るよなんてこう皆さん挨拶してたらもうミュージック得じゃないもんね。あ、はい、それがダメとかはないと思うんですけど、うん、僕は団長アットマーク総一郎という例えば役者やとすれば、うん、はい、そこなんだよ、はい、やっぱりね、団長はその役者としてステージに上がるじゃない、はい、ね、シンガーソングライターであるんだけども、はい、もう一つのところはやっぱり役者っていう風な部分を演じてるっていう部分があるじゃない、はい、家出た時点で侍と名乗って帰るまで侍を降りないと決めてるので、うん、なるほど ね、 もうこれはね、家帰って刀置いたらオフで侍を降りると。なるほど、そこまで気合入ってんだよ。メールいただいたマサさん、千くんね、負けませんよ。もう負けません。ほらほらほら、もうね、この電波の中でですね、はい、火花がこう散ってますよ。ね、千くんもね、はい、あの早く風邪をね、そうですね。まあ、早くというか今日ね、まだまだ日はね、10日間ほどありますけども。ね、やっぱりでもほらちょっと長引かないようにね。そうですね。うん、100% の状態で帰る道にしたいので。そうそうそううん、そう、やっぱり同じね、戦うんやったらね、はい、もう 100% の、ねそうですね、状態だね、はい、どうせ倒すなら 100% で来たやつを 100% で倒したいですね、うん、かっこいいじゃないの、千君聞いた。まあそんなことでね、はい、多分マサさんもですね、はい、まあ、リアルタイムでちょっと聞けない、大阪にいらっしゃるから、はい、まあ、ネットでご覧になられてるかもしれないけど、そうですね、またこうネット放送ね3日後ぐらいか4日後ぐらいにアップされますんでですね、はい、もう一度ですね、あのこうマサさんだとかね、あの千くんはじめ皆さんに皆さんも、もうエールをちょっと、はいはい、あの出演者の方に、はいはいはい、団長からエールを送っていただき、そうですね、あ、
ちょっと時間ない、はい、時間ないですね、はい、まあ、それでは手だけね、はい、振りましょう、頑張りましょうということで手振ってください、はい、頑張ります、はい、本日はどうもありがとうございました。またね、はい、来週お目にかかりましょう、はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。さよなら、イエーイ。